ゆかりは、三島食品が製造販売する赤じそのふりかけ、同社の登録商標であり、日本の赤じそふりかけ市場の約9割を占める。名古屋周辺で食べられていた赤じその漬物をヒントに1970年に販売開始し、三島食品の売上げの3割を占める看板商品に成長した。ここも赤衆収録の単価、紫のひともとゆえに、 武蔵野の草は見ながら、哀れとぞ見るに由来する。この歌は、紫草が一輪咲いているという縁だけで、武蔵野のすべての草花を愛おしく感じるという意味で、紫がゆかりあるものの象徴となった。そこで、赤紫色をした、この製品を表すのにふさわしい名前として、ゆかりが採用された。また顧客との縁を大切にするという意気込みも、含まれている。 ゆかりという商品名は決まったものの、1960年に中野ステンによって商標登録済みであることが判明した。幸いにも三島食品は中野ステンと巣の取引があり、同社の行為によってゆかりの商標を使えることになった。その後、1999年に三つ間グループからゆかりの商標が三島食品に譲渡され、三島食品の登録商標となった。 一部の国語辞典は、ゆかりの語彙について、梅干しを漬けるときに一緒に漬け込んだシソの葉を干して、粉にしたものという解説文を付しているが、三島食品の登録商標は、未だ有効であり、普通名称化した商標ではない。三島食品は1949年に、唐辛子粉や桜玄武を製造する、三島鉄夫の個人商店、三島商店として創業し、 巨類の粉末を使った業務用ふりかけ、弁当の友の製造で成長を遂げた企業であった。1960年代後半のある日、三島食品の名古屋エリアを担当していた営業マンが現地で見つけた赤地層を刻んだ漬物の商品化を提案したのがゆかり誕生のきっかけとなった。営業マンは上司に掛け合ったものの相手にされず、三島哲夫社長の自宅に夜間に電話をかけると、 大石倉之介みたいなことをするな。寝ていたのに明日にしろと言われた。そこで翌日再び三島社長に電話すると三島は漬物屋ではないとしてこの提案を却下したが営業マンは粘り強く営業日報で商品化を訴え続けた。三島は漬物ではなく乾燥できればという条件をつけて開発許可を出した。開発段階では香りと 赤紫色を両立できる赤地層を乾燥させる適温を見つけ出すのに数ヶ月を要した。提案から2年を経て1970年に販売開始したものの当時としては斬新なふりかけであり会社には返品の山ができてしまった。1973年には一般小売向け販売も開始したが特に店頭では長時間陳列しておくとふりかけが白っぽくなってしまい 余計に売れなくなってしまった。しかし、学校給食で採用されていた東海地方で子供を経由して、親に美味が伝わり、口コミで広められ、1978年頃から売り上げが軌道に乗った。この頃、ゆかりの食塩量を50%削減する大幅な変更を行った。販売開始当初は簡易放送であったが、1975年に、 デザイナーに依頼して今につながるストライプ柄のパッケージデザインが登場した。ただし当時は淡い紫色のパッケージであった。その後1985年に原稿デザインに近い深い紫色に変更。1996年にストライプ柄のパターンを変更し、上部にチャックをつけた原稿のものになった。パッケージを大きく変更しないのはこのパッケージが 消費者に浸透し安心感につながっていると三島食品が考えているためである。姉妹商品として1984年には青じそふりかけ香りを2010年には明かりを販売開始した。1988年には需要増に対応するためゆかり専用工場を稼働させた。2002年パッケージ上部にゆかりの展示をつけるようになり、 開封時に切り取って展示部分が失われることから2005年より側面にも展示を入れるようになった。2002年には製造工程で工業油が混入し約50トンを回収、生産ラインも停止するという事態に直面している。2008年には広島県山形郡北広島町に自社農園を設け、ゆかりの原料となる赤字その自社栽培に進出した。 2018年現在、ゆかりは約480種ものふりかけを製造する三島食品の売り上げの3割を占める主力商品に成長している。ゆかりは赤じそを使ったシンプルなふりかけであるため、原料の赤じそには販売開始当初からこだわりがある。ゆかりに加工される赤じそは、色と香りが良い株の上部の若葉だけを用い、硬くなった株の株の葉は使わない。 赤地草は中部地方や四国地方の農家と共同栽培していたが自然交配が進んで品質が低下したため1988年より新品種の開発に乗り出したその後1999年に新品種が完成2004年に農林水産省から新品種、豊貨が認可された2001年より中国、遼寧省で硬貨の生産を開始し 2011年時点では年間約2400トンの赤地ソを加工しており、原料の産地は日本国産と国外産がほぼ同量となっている。ゆかりの製造工程は販売開始当初から基本的には変わっていない。まず赤ジソ産地にある現地工場で赤地ソを使用揉みして水分とアクを取り除き、その赤ジソに梅酢と食塩を加えて貯蔵タンクに入れて1から2、 か月間熟成する。熟成が終わると、本社工場へ移し、製品を乾燥させる。乾燥工程は、専用容器に入れて乾燥させる、バッチ式を取っていたが、効率化のためライン生産方式に移行した。三島食品ではこれ以上の短時間化や精進化は、しない方針である。なお、ゆかりの製造工程は2017年7月7日より、バーチャル工場見学として、 ウェブ上で公開している。ふりかけとしてご飯にふりかける、混ぜ込む他に、野菜、パスタ、はちみつバタートーストなどにかけて食べることもできる。スーパーマーケット研究家の菅原神は、乳製品との相性が抜群としており、バニラアイスやモッツァレラチーズに一振りするだけで、密なる味覚になるという。クックパッドにはゆかりを使ったアイディアレシピが多数紹介されており、 ゆかりがふりかけを超えて調味料として使われるようになったことが伺える。中東で使われる香辛料のスマックと風味が似ており、日本で中東料理を調理する際にスマックの代わりとしてゆかりを使うことがある。ゆかりはアメリカ合衆国など日本国外でも販売しており、日本食ブームに乗って販売量を増やしており、現地ではフライドポテト、サラダ、 ヨーグルトなどに振りかけて食べられている。三島食品では公式サイトでゆかりを中心とした自社製品を使ったレシピを数多く公開しており、その数は振りかけメーカーでは突出して多い。これは三島食品が業務用商品を多数展開してきたことから顧客向けにレシピ開発を続けてきた経験が生かされている。ゆかりは のり、玉や大人のふりかけと並ぶ日本を代表するふりかけ商品である。2011年9月から2012年8月のトップンポスデータに基づく日本のふりかけ製品販売額ランキングで、ゆかりはのり玉に次ぐ第2位でシェアは4.07%であった。これは 26g 入りの商品のみの値で、ゆかり梅入り 22g が15位。 ゆかり大袋 90g が27位、ゆかり 60g が29位に入っている。2015年は第3位であった。同年4月に日経 MJ が行ったバイヤー調査では、日本の主要なふりかけ10種の総合評価で、ゆかりはのり玉に次ぐ第2位となった。この中で、ゆかりの味はのり玉と並んで最高評価を獲得、素材、 品質では単独で最高評価を得た。ゆかりを含む、しそ系ふりかけ市場は、市場規模が大きく伸長力も、ある有望市場であり、消費者の健康志向や自然志向が下支えしている。最も一般的なゆかりを主力としながら、三島食品では、ゆかりベースの新商品の開発にも、積極的である。二0 1年二月時点で、ゆかりに、梅、ごま、 カツオ節、生姜、青菜をそれぞれ加えた、ゆかり入りシリーズと塩味を薄めた、ソフトふりかけシリーズを販売していた。2018年には、ゆかりカツお入りがなくなり、ソフトふりかけが、ゆかり薄塩味の一つに絞られた。販売形態も通常パッケージのほか、瓶入りや、小袋入りのゆかりシリーズミニもあった。 2014年11月に販売開始した長さ約1 4センチメートル、直径 15mm、ペン先直径3ミリメートルのペン型の容器にゆかりを封入した商品。内容量は6グラム。ペンへの充填作業は発売開始当初、工場の空きスペースで従業員が手作業で行っていたが、その後半自動化し、埼玉県坂戸市にある関東工場で行っている。 手作業時代は1日100本が限度であったが、半自動化したことで800本作れるようになった。軽くて持ち運びやすいだけでなく、ふりかけ単位重正確に出せることから、キャラ弁作りにも使われる。もともとは、ふりかけを毎日持ち歩く三島豊社長のために、社員が持ち歩きやすい容器を探し、静岡県の茶場が粉末茶を携帯する容器として開発した。 ペン型容器を発見したのが始まりである。三島社長が夜のクラブでペン型容器に入ったゆかりを焼酎に振り入れたところ、店の女性たちの間でそれ欲しいと話題になったことから商品化に踏み切った。当初は東京銀座にある広島県のアンテナショップタウ広島ブランドショップマイナスと北広島町の道の駅前ロード IC 千代田でのみ取り扱っていたが、 2015年7月に三島食品の通販サイトでも取り扱いを開始し、同年に各種メディアで取り上げられたことで一気に売り上げが伸び、一時期ぴんした。ペンスタイルの人気は、袋入りのゆかりの売り上げをも押し上げ、三島食品が過去最高益を計上するほどの効果があった。ゆかりの姉妹品として、青地蔵を使った香りとピリ辛タラコの明かりがある。 香りは1984年、明かりは2010年に販売開始された。ゆかり同様に3文字で語呂が良いという理由で命名され、ゆかり同様に商標登録されている。香りは青じその香りが良いこと、明かりは三島食品が福岡県で経営していた惣菜店、明かりの名を引き継いだことに由来する。なお、明かりは カリカリ梅もあったが2018年3月に販売終了となり過去には業務用商品としてしおりという製品もあった2018年3月にパッケージを変更し3姉妹としてゆかりのデザインに近づけられたまたゆかりペンスタイルの香り版明かり版も販売しているゆかりに比べて二人の妹の知名度は劣り2010年代に SNS でその存在が話題になった。SNS での注目効果により、ゆかり三姉妹を並べて販売する店舗が増加した。2020年には過去に明かりにラインナップされていたカリカリ梅を梅子という名前で復活させて販売することになり、これが四女であるとして SNS で話題になった。7月7日には三島食品は、 ふりかけ4姉妹メーカーというウェブアプリを公開。これは商品名を自分で設定して姉妹商品風のパッケージをデザインできるというものである。これまでに菓子やカップ焼きそば、岩下の新生姜などのコラボをした商品が登場している。三島食品では長年他社と共同開発を行うと自社の主導権がなくなってしまうことを恐れていたが2010年頃から 積極的にコラボ展開を始め、密にコミュニケーションを取り、信頼関係を築けば、その心配がないことを認識したという、漫画アプリ、ジャンプライブで2014年に、ゆかりちゃんというゆかりを題材とした漫画が連載された。これは、三島食品が持ち込んだ企画ではなく、集営者側からのオファーで連載が始まったもので、原作は、綱本、まさや、作画は、 ケツフが手掛けた。主人公の女子高生、ゆかりが下手ながらも料理に挑戦していくグルメ漫画で毎回ゆかりを使ったレシピが登場した。作中で紹介されたゆかりバターは若年層の心をつかみゆかりの人気にも結びついた。三島のゆかり塩中杯の名称で三井食品が中心となり三島食品合同主制と三社で開発し、 2018年2月27日に数量限定で発売した。三井食品はシソを使った食品として、三島食品のゆかりを酒として合同主製のシソ上中、北枝高炭を組み合わせることを考えつき、赤ジソエキスを使った赤紫色のチューハイとして完成させた。味はゆかりを再現しながらもスッキリとしたものに仕上げ、 関路デザインもゆかりのパッケージをほぼそのまま採用した。2018年の販売が好評であったため、2019年2月27日に再発売することが決定した。発売日が2回とも2月27日なのは、前回発売時に偶然にも、声優の田村ゆかりの誕生日と発売日が同じであることが話題になったことから、 二回目の発売も同日にしたと、三井食品担当者は語っている。三島食品は、自社製品として2009年より、赤しそ飲料ゆかりをネット通販、広島県の道の駅の一部、日本郵便のふるさと小包み限定で、各期限定商品として販売してきた。当初は、水で薄めて飲むタイプであったが、2013年から、そのまま飲める商品となり、 2016年6月にゆかりのパッケージと同じデザインにしたところ認知度が上がりインターネット上で注目を浴びた。ありがとうございます。